皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、なぜこれにシリーズで、ブロンプトンのね、M6R、 もう最新版の名前だとなかなか呼びづらいですね。C ラインエクスプローラーギアミドルハンドルウィズラックをご紹介いたします。こちらのね、お求めいただきましたお客さんは、いわゆるなでしこライダーですね。で、長らくね、自動車に乗ってね、過ごして、見えまして。で、ちょっとね、自動車から離れる。もうちょっと準備もせんやいかんと。で、自動車とのね、自動車生活をね、より楽しむためにもね、畳める自転車をこう、自分の生活の中にちょっと導入したいということでご相談に見えました。で、うちの方としてはね、せっかく畳める自転車である以上は、畳むという機能をね、最大限発揮して、で、その畳んだ後ですね、その畳んだ後の状態の自転車を、日常生活のいろんなところに落とし込むということで、畳める自転車の出番が広がるでしょうし、ご自身の生活もね、なんかこう幅が広がるんじゃないですか、みたいな話はよくするんですよね。で、実際僕もね、ブロンプトンなんか畳んでいろんなところに連れてって、いわゆる携帯する自転車みたいな感じでいろんなとこ行くんですけど、それができるとね、もうこんな素晴らしいことないなと。これはもう10年か15年ぐらい前からずっと同じことを言ってきたつもりです。で、今回ですね、今回のお客さんは、やっぱそこになんかすごくビビッと、反応をしてくれまして、最初はね、やっぱ小さくて軽いっていうことね、ダブプラスとか K3 とか、あの辺がいいかもしれませんよみたいな、まあ、ご予算的にもね、わかりやすいので、っていうようなお話をしておったんですけども、で、実際あんたはどうなのよという話になった時に、僕自身は実を言うとブロンプトンの方が好みなんですよと。で、まあやっぱ持ち運びのしやすさっていうのは、単純に重量だけではない部分がやっぱありますから、その辺ちょっとお話をさせていただきまして。で、折りたたんだ後にできることの、幅の広さというか、懐の深さというかね、その辺の、なんていうんですかね、奥深さ、うんぬんっていうことに関して言うと、ブロンプトンを超える車両はちょっとなかなか難しいっすね、みたいな話をさせていただきましたら、やっぱそこがなんかグッと来てくださったようで、じゃあちょっとブロンプトンも見せてくださいって話になりまして、まあちょっとブロンプトンに乗っていただけたわけです。で、実際やっぱ乗ってみるとね、やっぱいいですね、これって話になって。まあ、あとはね、皆さんおっしゃる、ちょっと予算が、みたいな話になって。で、それからちょっと頭冷やして考えてきますということでね、帰って行かれたんですけども、何日か経ってね、意を決して、やっぱこれお願いしますということで、スパッとお決めいただきまして、やっぱなんかうまくいく人はね、決断が早いって言うけど、本当にそうだな、というふうに思わせていただきました。今回のね、お客さんはその、畳める自転車を畳んでいかに使うかということですね。走行性能がどうのこうのというよりは、いかに畳んで使うかということに関して、ものすごく、集中して考えていらっしゃったのが、すごく印象的でしたね。そういう方がね、増えてきたということは素晴らしいことだなと思いますし、そういう方がね、私が考えつかなかったような、すごいね、活用方法とかっていうのを、編み出してくれるんじゃないかなと、密かに期待をしておるところでございました。なんていうんですかね、その畳める自転車の活躍の幅がどん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 広がりを見せているなというのを実感させていただける。僕もね、この自転車販売するようになってもう20年近く経ってますけども、なんかこう一つのこう時代の潮目というか、そういうのを感じさせてもらうような、ご来店となりました。くれぐれもね、安全運転で、お楽しみいただきたいと思います。ご活躍に、大いに期待をしております。